僕らが例えば観光で、ね、はい、観光の方で少しそのなんだろうな、お金とかが循環するようになるのも力にはなるんですか。力になります。よかった。じゃあちょっとぜひ、はい、あれ9月2日ですよね。9月2日か土曜日、そうか、ね、町田と熊本が笑顔スタジアムやりますし、土曜日なんですよ試合が。なるほど。つまり土曜日行きます、はい、試合します、はい、飲みに行きます、はいはい、朝まで飲みます。熊本の人お酒強そうだもんな。それ申し訳ないと思うんですけど朝まで飲みます。あれ中だって朝起きて寝起きに水じゃなくて白竹白飲んでんでしょ。飲みましたね今日朝から、はい、ダメだよ。え、寝起きの白竹白最高なんですよ。そうでしょうね、はい、そうでしょうね。結構が結構悪くなります。結構がそうでしょう、はい、あれあのまま飲めるもんね。そうなんです。恐ろしい酒だわ、はい、熊本恐ろしい。いいですよ、いいとこだね今日も、はい、そうです。じゃあ熊本行くならあのここに来いっていう、そうですよね、ご紹介いただきたいですよね。はい、あのあそこのホワイトボード、熊本サポーター見てほしいんだけど、あの、はい、ホワイトボードに来なす熊本ってね、あるところがあそこにこうおすすめのスポットを書いてほしいと。そうなんですよ。ありがとうございます。ここに来いって教えてください。ぜひね、ここに来てほしいって いっぱいあると思うんですよ、うん、で、まあ、阿蘇 もう崩れた山がいっぱいあって結構心が痛むんですけど、やっぱそれも見てほしいです。そういうのも含めて、はい、やっぱり肌で、まあ、僕ら熊本サポーターでも当然被災して試合に行けない人ってまだいますし、ね、怪我しちゃった人っていっぱいいるので、そういう人たちの話を聞いてるとやっぱり、まだまだっていう部分はありますし、とはいえやっぱりその進み始めたところというか、観光でやっぱり風評被害が出てなかなか人が増えないとか、なるほど、まあ、なかなかその熊本に足を向けるっていうところが一歩踏み出せない人が多いと思うんで、ぜひ町田の、まあ、サッカーってよくいいと思ってて、はい、まあ、そういうチャンス、例えば9月2日に熊本に行くっていうところをぜひやっていただけたらなと思います。またその人でもいるじゃないですか、はい、どうしたってその例えばボランティアさんだけではないところでも、はい、どうしても人でもいるじゃないですか。でも人が動くってことは多少そのあお金的なところにかかってくると思うんですが、はい、今また募金活動もまだ、そうですね、募金活動も継続してもらってますし、町田の皆さんにはもう何回も四つ田の方で、募金活動してもらって本当にありがとうございます。おかげでですね、本当にクラブにも多大なる支援をいただきましたし、熊本のためにもっていうところでやっぱり、必要なものですからね、本当にありがたいなと思っております。今日もやるんですか、はい、今日もやりますか。すいません、変わらせていただきました、はい、全編を応援している工藤です。今ですね、タスクさんと、トキアンさんから、お話ありました通り、まだまだ、熊本大変な状況が続いております。で今、アウェーの応援というところもありますんで、ゼルビア応援するみんなで9月2日なかなかこう遠方のアウェーに応援に行くっていう機会もないかと思いますんで、こういった機会にですね、ぜひ熊本飲んで食べて食って一緒ですね、みんなでそういった形での支援もできるかと思います。みんなでゼルビアを応援しながらぜひ熊本の支援していきましょう。それとですね、これからですね、復興支援の募金活動といった形でですね、ゼルビアの、有志で行っていきたいと思います。紹介させていただきます。チームアズマ熊本地震災害復興支援金募金チームアズマ、そうですね、後ほどですね、選手も一緒に伴いまして募金活動を行わせていただくんですけれど、はい、今から場所を移動しまして、募金活動を行っていきます。ぜひぜひ皆さんの思いをですね、熊本の方に届けていただければと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。募金活動の方をご協力ください。それと当然今日のゲームも楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございます。そして最後に改めて僕らが今後できることをもう一度教えてもらえますか。はい、やっぱり俺はサポーターですからね、はい、サッカーを通して熊本に行ってですね、ぜひ熊本のものを見て、はい、まあ、熊本を食べて、まあ、飲んで知っていただいて、はいはい、なんかこう、見ることで感じることがあると思うので、うん、ぜひそれで一歩を踏み出していただきたいなと、熊本のこともちょっと忘れないでいただきたいなというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この時間、時子さんでございました。ありがとうございました。